ウェザーニュースキャスターの小牧結衣です。8月27日火曜日の天気をお伝えします。火曜日は梅雨前線が北上し、九州北部や中国地方西部で雨が強まります。また近畿や東海エリアも雲が多めの空で雨のエリアが広がっていきそうです。傘をしっかりと持つようにしてください。また関東も夜遅くになりますと雨が降り出す可能性がありますので、帰宅時間帯遅くなるという方は雨具を忘れずにお持ちください。東北の日本海側や北海道は雲が多めながらも日差しが届きそうです。翌日以降は雨になりますので、日差しの有効活用をお願いします。また日中はジメッとした体感ですが、朝晩は過ごしやすくなりそうです。気温差で体調を崩さないようご注意ください。以上、火曜日の天気をお伝えしました。